です。です。夜の出来顔は叩くなとか言ってたら、はい、コメントでなんか顔は叩くなとか言ったらバンバン叩きます。一つだけ言うわ、はい、俺にドッキリかけるな。顔は叩かんで、俺の家に勝手な足を組むな。俺が寝取るとこ、お前俺の休み邪魔すんな。なんか変な声だ、こいつ。変な声だって。視聴者の皆さん、見とって。はい。ああ、すごい。何の動画だって。まあ、今日は職人の、まあ、俺は社長じゃん。はい。まあ、従業員じゃん。で、まあ、視聴者って今ね、社長さんも結構見てくれてるし、親方みたいな子も見てるし。はい。でさあ、まあ、求人どうしたらいいですかとかで俺質問来るの。あ、はい、でそういうのをいろいろちょっと答えていけたらなと思うんで、はい、まずさ、まあ、職人ってさ結構独立するじゃん、はい、独立は考える。独立は考えてますね今。あ、お前に聞いてない、はい、お前に聞いてない。つまらんからお前。お前に聞いた瞬間質問がくしゃくしゃになるんです。まあ、うちの会社はあの、まあ、塗り替え道場って塗装屋なんだけど、足場で今職人が自習生合わせて20人ぐらい、20人ぐらいおるな。まあ、今後ろにすぐ後ろに立ってるあのモンゴル人もおるで。これモンゴル人。まあこうやって実習生とか、まあ、いろんな人間がおって、まあお前は実習生じゃないもんな。うん、でいろんな人間がまあおる中で20人ぐらいおって、トラックがもう今7台か、はい、で、まあ、協力業者だなんだっていうのも動いとった時は本当に30人とか、まあ、動くんだろうな。30人とかも全然動きます、うん、まあ、それぐらいのまあ規模感なんですけど、はい、普通大体こうやってみんな結構独立していくじゃん、はい、でトラック持ちでやったりとか手間受けでやったりとか材料持ちでやったりとかいろんな、まあ、そうやって頑張っていくんだけど、はい、結構うちはあんまり独立する人いないよな。いないですね。この一人独立するな。独立しますね。たまにちょこちょこ、あんまり動画出たくないって言っとったんで、あの撮影出てないけど、たまに顔が映ったりとかしてる、はい、あの山本さん。そうですね、はい、うん、あれ独立するな。そう、うん、だってまあ別に独立自体は止めてないし別にあれだけど、あんまり独立ってないけど、実際にどう、お前は今考えとらんすね。でもいつかっていうのがある。はい、いつ。それは5年が止まったらですね。え、お前お金なんか貯めてねえかよ、茶枕ばっかり言っとるやつが。いや逆だぞ、独立しんと金なんかたまらんぞ。俺は一つ思うんだけど、視聴者の皆さんの中で、まあ、俺もこういう気持ちだったんだ。金がたまったやろうって言って1円目がなかったから。何だか借金が増えただけだ。だけど、まあ、俺はたまたまいい機会で、まあ、建設業から離れる機会があったもんね。勝手に独立じゃないけど、まあ、まあそういう時代があったよね、はい、うん、まあ、視聴者の中で金がたまったら独立って言うんだったら、まあ、それはちょっと違うんかなと俺は思うけどな、はい、金なんか関係ないもん。こうやって言うとまたアンチが湧くけど。じゃあもうそこ映すな、映すな。わかるだろ、俺がそこに触れんかったらもう映らんようにしないか、お前。わかる、カメラは。そういうとこよ。カメラ的技術じゃなくて、その感動的な技術。もういいじゃん、もういいじゃん。感情ゼロみたいな。あ、これ映したらまずいやつだ、社長触れてないわ。だけど、まあ銀行でも金借りれるし、はい、まあ、借りたらあれだ、どうのこうのとかあるけど、だけどそんなリスクしょあんてやれ。だって1日1万ね、結構もらっとってやって18とか16だろ、はい、いや金なんかたまらんぞ、たまらんのが正解だって。もう腹からたまるやつなんかこんなことやってねえよ。まあ確かにそうっすね。龍神ぐらいだろ。だってキモいやん、これ500円でゲームやろうって言ってみんなで、まあ、賭けって言ったらさ、はい、違法になっちゃうもんね。だけどやったらあいつだけもう嫌だとか言い出しちゃうじゃん。500円のことやっとるだから。何喋っとんだよこれ、もう2000円も負けたとか言ってなんかグズグズ言っとったら、バカじゃないわあいつと思ったもんな。で独立したらもう追い込まれていくもんね、試さるわへんし、人の生活とか、あ、明日仕事がない経験一回食らったら、はい、で初めて脳みそ働くじゃん、はい、いやもう花からね、頭いい大学行って勉強しとる、もともと我慢できるような人間だったんですけど、もともとお前だって俺ら我慢できんもんね、俺やってるわけだろ。我慢できんもんね、中学校の時も勉強一回もしてないわけだろ。まあ俺の意見だよね。いつとかそのじゃあお金関係なしだったら、じゃあどういうタイミングとかそういうのあるやりたいなぶっちゃけとか、まああんま俺がおったらいいじゃん。いや、そんなことない。そんなことない、はい、どうそういうタイミングってあるんですか。違う会社と、ちょっともうちょっと声張れんよお前。声張れんかな。なんか、ね、すいません。タイミングは、タイミングは、うん、まあ、技術と、うん、うん、ちゃんと足も組めるし、うん、回転できるよ。まあでもそのじゃあ独立しようよ。まあ、ちょうどコロナで暇なんでいいわ。あ、しゃありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。退職金入れとくわ。
まあ、あとは違う会社とか行って信頼関係得てそこから仕事もらうわけじゃないですか。うんうん。全然落ちになってねえやん。まあ独立しようがいいわ。そうそうそう。だけどまあ本当お前なんか一生懸命やってな、来た時から、まあ、危ないぐらい一生懸命やったでな。そうっすね、うん、だって仕事はめちゃくちゃ早いもんで、もういいと思うけどな。ただそのゴールは考えとかないからな。いつまでじゃあ体動くんだって。はい。会社はいいわな、ある程度守ってくれるっていうか、営業にとかいろんなチャンスがあるでいいけど、ってなるとやっぱ足場で独立したいってもし考えとんだったら最低でもやっぱ10人ぐらいの会社本当は作らんと偉いよね。自分が絶対にもうバリバリじゃない時が来るわけじゃん。まあそうですね。俺43だけど絶対お前らに勝てんじゃん、はい、足場組んだら、はい、でも2人とかだったらさ、2人と棒だったら、だってそのついてってるやつもかわいそうだしね。そうですね。だから絶対出なかったもん、そうなったら、うん、そんなに給料上げられんじゃん、はい、で親方1人ともう1人だったらそう、ね、2万上げるわって10年ついてきとっても2万あげれんねん。あげれんっすね。あんな2万ぐらいであげれるかもしれんけど、でバリバリにやったらじゃないですか。手間受けたらもう経験し、で親方はどんどん衰退してくるわけでしょ、はい、でこいつの方がバリバリなわけでしょ、はい、で3人4人でもまあ知れとんじゃん。知れてます。でじゃあ現場抜けてなんかじゃあ営業だなんだってやろうと思ってくると、はい、で死後になってくると営業活動が絶対出てくるんだよね。これまあ視聴者でまだやってない子でいとって思うだけど、まあ、今日もお前午後から安全教育会かなかったの、はい、でこうやってやっぱ現場に出ない日数が絶対増えてくるんだわ。増えます、ね、じゃあ社長って仕事や現場もやってないって楽でしょうと思うんだけど、まあ、それもう本当にバカな意見で、はい、だったら俺すぐ社長なんか変わったし、みんなに俺のポジションやってくれてどんどん俺仕事出してっとるもんな、はい、現場やっとったのはまあまあこいつは育ったでやる、 YouTube もまあ育ったからやるどんどん任せていくじゃん、はい、営業もやったやるよ俺は。今でもあるもんなうち現状だとか、はい、そうすると絶対的に現場に出る回数が減ってくるもんで、電話の回数も増えるしな、はい、増えますね。そうなってきた時にどうやってそこのゴールだけ考えとかなあかんなとは思うんだよな、はい、俺は。だからお前が独立したいって言った時にそれ言ったもんな。いや、あの2歳でちょろちょろするんだったらやめとけやって、はい、だったらうちの会社で何千万も使って商売やった方が面白いんじゃないのって、で10人20人30人になってきゃいいんじゃないのって言って本当になってったな。はい、なってました。お前が入った時まだゼロだったもんな。僕はもうトシ君と同時なんで確か2人だけ2人でスタートなで何年もう今で8年9年って足場ね。もうほとんど俺のお立ちだよ。最初の頃ちょっとお前が飛び上がる頑張ってで手骨折してお前今でもまだゴルフしたら痛いんだよ本当に。ちょまだ痛いんだよ。古傷が痛みますね。古傷じゃないってよ新しいってよお前まだ10年最初は別にどうにでもなるですもんね。ちょうど別に今この時期ですけど、うん、まあ全然こんな時期じゃなかったんで別にどこに応援に行くにしても別に1万円からでも別に使ってもらえるし、うんうん、もし行けば、うん、別に技術しとっても給料安くしていけば別にだって安い方を使いたがるわけじゃない、うん、あそうだな。そこで自分を売ってってどんどん売ってきゃ、そうそう、それでいいんだよ。1号とかでやってきゃいいんだよ、はい、そうですね、うん、だって給料下がってもいいわけじゃん別に、うん、1号で車自分持ちだったら絶対給料下がるじゃん、はい、今お前いくら1号ですね。どうやってやってもらうんだろう。別込み別です。1万円ぐらいだな、はい、まあ残業だけどな。でも、まあ、下請けで行っても残業なんか使うんだろう。はい、1号1号でも別にいいんだよな。いやいや、なんかコロナだもんで独立させようとしてるみたいなコロナの影響でサムネの、そうする、池井サムネがコロナの影響で従業員動画撮りながら辞めさせてみたって独立させてみたっていうサムネになっとったらいやそういうわけじゃないけど、まあ、まあ全然足場なんかもう本当に自分たちで全部頑張っとるで、もう本当コロナで暇になって今までおったお客さんは仕事量減ったけど新規の客もう3社4社って増えとんじゃない、この1ヶ月2ヶ月な。まあ単価は安いけど、まあ、顔売りに行っとる段階だよな、はい、で俺はもう別に本当いくらでも入れやれてた。ただ金払いだけかな、はい、バカみたいなやつが金払わないやつがおるでよお前、本当見とったら捕まえに行ったるでな、お前本当金払わないやつがおるでな、お前バカだもんで、よし仕事したもん元気に払えって言うねそういうのもあるんで、まあ、それは怖いけどね、はい、こういう時期だよ特に。 そうですね、まあ、それは気をつけてかなあかんなんですけど、でよくさみんな若い頃に独立するやつおるじゃん会社で、はい、周りでもおるだろ。それでやっぱ会社が好きじゃないとかもあるのかな。あ、でもそれはあるんじゃないですか。会社が好きじゃないとか、やっぱ数字のことをちょっと見れるようになるとですか。うんうん。じゃあ僕ら今日、じゃあ3人、うん、あ、芝だね、3人いました、うんうん、芝で例えるとなんですけど、うん、3人いましたで、うん、じゃあ今日このね建物を組み立てました、うんうん、でこの建物を解体しました、うん、で会社がいくらもらってるのかっていう、分かるもんな、通常は見えちゃうと、うん、っていうことは俺も2人使ってこうやったらこんだけ1日儲かるんだっていう安易な考えから多分始まるんですよ、ね、うん、俺は結構説明するもんな、はい、こんだけお前らで現場で儲かっとるけどこうやってかかるんだぞっていうのを見せとるけど、はい、あの隠す人っておるじゃん、はい、
あれ一番最悪だなと思うんだよな。多分ね、そういう人たちのところから多分抜けていくんですよね。そうそうそう、じゃ隠しとっても絶対もう今なんかネット社会だもんね、調べたらもう絶対分かるじゃん、はい、足の実際どれぐらいで、はい、俺もやっぱいろんな会社と取引したもんね、はい、ね、何百社って分かるじゃん。でみんな従業員にその単価とか言わんだよな。あー、言わないです。そんな言わんでも分かるのにな、どうしてだろう。お前がバカだなと思うんだけど、親方そんなやつばっかじゃん、建設業って。あと決算とかもあるんですよね。ああ、そうだよな。僕の友達とか周りからよく聞くのが、うん、社長に赤字赤字って言われた、うんうん、だけど社長車がコロコロ乗り換えてるしすげえブランドの時計も、うん、経費対策しとるやんけってまあでも時計は経費対策で買えはずだよ。あ、そうなんですか。いや時計は買えんだろ。いや分からん、無理やり入れとんかもしれんけど、贈り物とか言って、うん、まあ俺その社長が稼ぐのはいいと思うな別に。で俺は結構自分の給料もいっとる方だと思うし、はい、ただその説明したのとやっぱ案外若いこと分からんから、分からん。じゃあ経費がどれぐらいかかるの、営業がどれぐらいかかるの、うちで言ったら広告宣伝費がどれぐらいかかるのとか、はい、まあ、そういうのはね俺言った方がいいと思う。いやいや、はい、トラックもこういう風だし、でじゃあ今年はでもこんだけ儲かったけどこれは半分は俺使うぞ。別に親方が贅沢するのって別に怒らんと思うんだよね。そうですね。それをなんか給料は1000万上がらんのに親方ばっかりいい思いしようとか、赤字だわとか隠れてそこそこそしとるとかそこっすね、うん、別にね、自分の信頼しとる親方がいい車乗るっていうのは自分たちが誇らしいことでもあるから、誇らしいですね。なんで別にある程度はいいと思うんだけどな、はい、まああんまりそれが顕著だといかんけどな、はい、もう一つはその自分の人が好きでも俺本当会社がでかくならんといい子やめてくよと思うんだよな。例えばお前にもその独立したいって時にじゃあ10年経っても2人3人だと、はい、そんな人についていきたい。いや、うん、ないや俺見とる人で、まあ、それ怒る人もおると思うんだけど、いやそんなこと関係ねえからとか、その俺ら楽しくやっとんなって、まあ、それならそれでいいんだよ別に。だけどごく一般的な意見としたら俺だったら嫌だな。この人が全然成長してかんとか企業がね、はい、ずっと3人、はい、だから3番目のやつはずっと一番下っ端10年経っても、ああでも関わらないってことですか。変わらないってことはもうやっとる仕事も変わらんじゃん、はい、でもうちってだんだんじゃあ入った時は芝居やってんで、お前なんか一時責任者やったな。あ、カンタ会長、一応で2人で2トップでお前らも全部抜けて違う営業とかやったもんな、はい、会社がどんどんでかくなっておる時に人が足りんもんで営業やらしたけど、はい、まあ人が増えてきたらまあお前営業で使えんでもいい、足場戻れって戻されたみたいな感じですけどだけど一番の時はどれきつかったよな。だって6人7人だった時が足場日本人3人4人だったよな。今のがきつい。今のがきつい、はい、あ、そう。なんでやっぱ上がおるとやっぱ簡単でもないし、気使うんでもできるし。ああ、そういうことな。あんな甘いのが楽しかったんだろう。楽しいってわけじゃないけど、まあ 楽、うん、楽だっちゃったら楽っすね。楽だっちゃって楽だっちゃってお前らでたんだお前でもじゃあもう一回やってみたいとか思う。ぶっちゃけぶっちゃけ本当腹割って、まあ別にいや俺いいことだと思うよ。上はそれ求めとると思う。俺は求めとる。いや社長もう明日から混んでください、やらせてください、いっぺんって言ったらそんな最高なことない。普通はやりたがらんじゃん、はい、でもやりたい子ってうちは結構多い方じゃん、はい、モチベーション高いとかね。でまあいろんな子にやらしてはちょっとダメだったらもう一回やり直せとか、まあ、店長とかでも YouTube でも何でもそうやな、ね、足場の責任者、塗装の責任者、シールの責任者っていろいろポジションがあると思うんだけど、でまあ今度俺本当に塗り替え道場自体から抜けるって言ってるんだよフィリピン。そうですね、うまくいったら。で今 SNS に力入れ始めたもんで、ね、まあそこちょっと1年ぐらい頑張ってやろうかなと思ってるけど、この時期だね。でやってみたいね。やってみたいっていうのはありますね。もうやってみようや。いやこいつはもうあの南施工サービスの社長にしようかなと思ってるんですよ。この動画で発表しちゃって社員も知らんぞこれって社員がねえ、もう社長やってみえ。ただもうちょっとあの YouTube 面白くなったらな。いやまだ俺面白くないやつ嫌いだからマジで。 まだ社長じゃなかったんだなってまだ社長じゃなかったんだベトナム人の社長だけだよベトナム人の社長アームのなベトナム人はたまれとるよなこいつなまあそれに対して対価払えるじゃん、はい、だから給料上げてる。だって俺そうだもんね、1000円の働きしてくれたら1000円しか払う。俺もう500円の働きしてるやつなんか500円しか払いたくない。だから俺この状況で俺もうまあコロナの状況で俺もね今もう全部営業とか事務はメールで飛ぶから何やるか、はい、俺にね。で俺もうはっきり言ってるよ、何これって。やらんでもいいことやってるだけやって。で、まあ、責任者に言う場合も本人に言う場合もあるけど、もうちょっとなんかやらせろよって。俺はそんなに別にいい人じゃないから、はい、本当にね、まあ、シュシュ走っといてもこんなもんでボコ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 と抱いて。でそれはそうだって、ここは学校じゃねえもんね、はい、もう教える場じゃねえもんさ、うん、100万払え100万の仕事してまえだけだ、はい、で俺はもうやってほしい。で100万払ってこれやってくれるんだから100万バカじゃないのに150万払ってもいいやろな。
七色と施工全部やれるからね、はい、まあちょっと興奮しすぎちゃったもんで、ね、二人もああなんかスイッチ入っちゃったなみたいな、ああね、話がずれましたけど、でも、はい、独立ってそういうことじゃないかなと思うんだよな、社内で成長していくのも一つ手だし、はい、一番いかんのはもうグズ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 言ってるやつな、はい、この会社マジで辞めてとか言ってるやつ、はい、辞めた方がいい、で辞めたらどうするのってそんなことは知らんし俺は、うん、自分で考えること自分の人生だからと思うんだよな、まあでも独立するだけがまあ道じゃないと思うしね俺は、はい、伸びる会社っていっぱいあるしさ、サラリーマンで成功してね年収何千万っていう人もいっぱいおるし、まあうちがそこに行けへんけどな、はい、これ SNS って今ねすごい効果が出て求人とかうまくいっとるんで、まあこれからどうやって練り替え道場がね、まあ、関東行くっていう話もぶっちゃけ出てるんですよ、はい、関東行くよ、横浜ベイブルース、まだ考えてるんだけどバラバラ喋ってまた出るとまずいから、まあ10年ぐらい前から構想あるんですよ、まあ10年ってことはね7年ぐらい前から構想あるのかな、はい、ずっとやっとって、まあ、1人今営業で行ってみたいって言ってる子がおるもんで、まあ、こういう時期コロナだから人が取れるかなと思って、はい、求人やってもさ今までだったら100万で1人も取れるのだろ本当に営業マンな、はい、だけどあの、まあ、求人今だったら取れるかなと思ってるんで関東やって、はいね、1年後ぐらいの計画で動いとるけど、まあ、そんな感じです、まあ、営業やってみたい人また来てください、はい、はい、来てください、うん、募集ね、で今日この後はい、このまま足場の解体を俺抜きで1時間チャレンジです、うん、でまあこれ多分 YouTube も1本撮るんですけど、あのインスタの方でもちょっと上がると思いますん であと、はい、もうインスタライブやるっていう話も出てるんで、あの塗り替え道場、俺のアカウントとお前のアカウントもあるの、僕のアカウントある、ね、で3つあって、まあ、あとリリーちゃんってちょこちょこ出てる女の子 のアカウントも作ろっかって言って今動いてますんで、そっちの方の登録もよろしくお願いします、お願いします、また見てる、チャンネル登録もしてね、お願いします、お願いします。